私があるんだろう。エリちゃんとのぞみちゃん遅いにゃん。そうだね。みんな、のぞみちゃん、ちょっと手伝ってほしいことがあるんやけど。生徒会室まで一緒に来てくれん？わざわざごめんね。どうしたの？実は生徒会の仕事を手伝ってほしいの。生徒会のお仕事？面白そう。他の生徒会のメンバーはどうしたの？それがみんな風邪で倒れちゃって。風邪流行ってるよね。流行ってる割に私たちは誰も風邪ひいてないけど。でもそういうことなら仕方ありませんね。お手伝いします。うんうん、みんなありがとうね。それで私たちは何をすれば？この書類を整理してほしいの。ハンコが必要なものとそうでないものがあるから、その仕分けお願いできるかしら。お安いご用にゃ。ん？ほのか、よそ見しない。これ、なんだろう。ねえねえ、ヘリちゃん、これは？それは、生徒会への投書を入れる箱ね。投書？うん、学院生活で困ったことや気がついたことがあったら紙に書いて入れてもらうの。へえ、そんなのあったんだ。入学時に説明があったわよ。そうだったかにゃ。どんなことが書かれているんでしょうか？興味があるなら見てもいいわよ。いいの？ええ、投書を見て生徒を助けるのも生徒会の大事な仕事だからね。よし、じゃあ放送室のドアの立て付けが悪くて困ってます。そういえばあそこ誰かぶつかったって言うてたね。その時に壊れたのかしら。ほのか、直してくる。リンも行くにゃ。ちょっと、ほのか、リン、大丈夫かな。ここだけの話。直してきたよ。およ、え、ほんまに？放送部の人たちが直してる途中だったから、リンたちはちょっと手伝っただけにゃ。なんだ、でもちゃんと手伝ったのは偉いわ。ありがとう。えへん、次は次は？当初より書類の整理をしてください。書類の整理は私たちがやるよ。もう小鳥はそうやってすぐ甘やかすんですから。さすが小鳥ちゃん、次のミッションは小鳥ちゃんが選んでいいよ。当初が完全にゲーム感覚ね。昼に流れる音楽がクラシックばかりで面白くありません。最近の音楽とかも流してほしいです。確かにいいじゃないクラシック。分かってないわね。そういう姿勢が入学者の減少につながるのよ。学院生のニーズに合った学校運営をしないと。そういうことなら凛たちにお任せあれ。さっきね、放送部の人がライブとか放送で流したいねって言ってくれたんだ。へえ、それはおもろいね。ちょっと放送室に行ってくる。明日の昼休みライブをすることになりました。急ね、場所は大丈夫な？なんとかね。よし、ニコたちの歌声で学院中を虜にするわよ。ニッコニッコニー。スイーツって他の料理と比べてもみんな喜んでくれたかな。喜んだというより驚いたんじゃないかしら。いきなりうちらの生歌が流れたもんね。きっとみんな喜んでくれたと思います。生徒会は思った以上に大変ですね。そうね。でもこうやって放送部の人たちを手伝ったことでまた別の誰かが喜んでくれる。素敵です。幸せの永久ループにゃん。風が吹けばおケアが儲かるってやつだね。風がきっかけだっただけに。それはなんか違うでしょ。